茨城県道307号岩瀬停車場線は、茨城県桜川市内を通る県道で、東日本旅客鉄道水戸線岩瀬駅と国道50号を連絡する道路である。桜川市岩瀬 JR 岩瀬駅前ロータリーから北上市国道50号岩瀬バイパスに接続する、延長約 0.5km の停車場県道で、駅前から終点まで整備された。 直線系の街路となっている。県道指定区間は、都市計画道路岩瀬駅前、富谷線の国道55以南の区間に相当する。県道ではあるが、電線共同工により、電線が地中化された岩瀬駅前の一部区間については、桜川市によって管理されている。1959年10月14日、新たな県道として、 西原木郡岩瀬町大技岩瀬の岩瀬停車場を起点とし、二級国道前橋水戸線交点を終点と、する区間は本路線とする、県道岩瀬停車場線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号307となり、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で、道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の複印のものにあっては、当該道路の路面の複印から1メートルを減じたものとする。以下同じ。 から0.5メートルを減じたものを超えないもので、なければならない。AB、県道の管理に関する協議に対する同意、茨城県法、第1823号、P14、ABC 道路の区域決定茨城県法、号外10月14日よりハット ABCD、茨城県道路現況調書平成26年4月1日、現在、ハット AB、 都市計画事業の施行者の名称等、昭和55年3月31日。茨城県広告、茨城県法、第6821号、P8、茨城県法、第779号対象9年4月1日、茨城県国時代147号より、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より、路線の指定、茨城県法、 第5170号、ピアニッシモ23。道路の区域の変更。茨城県法。第7227号、ピアニッシモ56。道路の共用開始。茨城県法。第7270号。P3。県道の路線名及び、整理番号の変更。茨城県法。第637号、ピアニッシモ82。 電線共同校を整備すべき道路の指定、茨城県法第1855号 P11 電線共同校を整備すべき道路の指定、茨城県法第40号 P1 ありがとうございます。